どうもこんにちは、チャクバスです。これからですね、エンパイアステートビルに行きたいと思います。こちらは34丁目とパークアベニューじゃない、5番街とイースト3丁目、34丁目ですね、間のこちらから入り口となっております。まあこの周りはね、エンパイアステートは夜中の1時か2時ぐらいまでやってる関係で、たくさん人がいますんで、まあ、そんなに分かんないってことはないかなと思うんですけど、とりあえずここの一周してもらえばね、わかるかなと思います。まあいろんなところにね、オブザーベトリーはこっちですよ書いてありますので、まあそれに従ってね、行っていただけたらなと思います。オブザベトリが変わりましたね。本当にちょっと去年来た時はまた入り口全然違かったんですけど、どうやら入り口が変わったようですね。はい、はい、チケットが自動化されたんですね。どうやら現金が使えなくなっているみたいですね。
や、すごい変わりましたね。入り口から全体全部変わったんですね。ツアーもあるんで、ぜひ聴いていただけたらなと思います。キングコングの舞台になったのもエンパイアステートビルですね。
down that way. Yep, I have to just, go. Just step in the ring. Come out the other side. You're welcome. どうですか、このニューヨークの夜景。ちょっと曇ってたんですけど、曇ってる綺麗に見えますね。いやー、やっぱりすごいですね。ぜひ来てほしいです。Thank you.
かがだったでしょうか。今回エンパイアステートビルディング紹介させていただきましたけれども、まあ、今日はね夜の10時11時ぐらいなんでとても空いてるように見えたかと思うんですけども、本来は結構並びますんで本当に並びたくなくもうさっと行ってさっと見たい方はね開店間際に行かれることをお勧めします。基本的にはそのぐらいの時間に行かないと混み合うんじゃないかなと思います。それではね、今回の動画はこちらで終わりたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。